少しずつカーブを入れたり、ツーシームを入れたり、いろいろやってるみたいですけれども、ストレート打ち上げてしまいました。風右から左、しかし落下点。まずワンアウト。だからいい時ったら今のこの高さの球ですよね。これで空振りが取れる、今のようにアウトが取れるというね。そして、上下の攻めてある方向で空振りが取れるという。代打堂上武博です。2打数で1安打というのが今シーズン藤川との成績。長い、日にちをかけて休んでこう復帰してきたわけですけれどもね、はい、だからもう1球もこの黒田投手すればコントロールミスは許されないことなんですよ ね。そして無駄球をいかになくして全ていいボールで結果を出すっていうのが求められるものですから、それに応えようと思うと、やっぱりゲームの中での感覚のボール一つ、球の切れ、あるいはコントロールボールの出し入れ、変化球の、はい、ここですよね。その辺のところの感覚っていうのは投げてみないとなかなか戻ってきませんよね。まあ、先発投手でも中6日でずっとこう5日6日で調整してましてもね、立ち上がりになかなかうまくいかないと同じで、3回ぐらいからある程度感覚で自分の感じになってくるというのと一緒で、球数は少ないですけれども、それの調整の難しさというのがありますよね。ありますね。確かにそうですね。ブルペンのピッチャー、特にクローザーはですね、はい、でなおかつ大事なところですから、1球も、まあ、特に1点差ぐらいで出る機会が大きいわけですから、長打を喫してもいかんとなると、ゲームの展開をゲームを読まなきゃいけない難しさ、要求があるわけですよね、はい。どう対応していこうかというところでね、おっしゃったように本当にこういわゆるタイトな場面で出てくるわけですもんね、はい、それでなおかつ 100% とはいきませんけれども、それに近い確率でもう勝って当たり前というような形に、結果を出さなければならないというね、まあ、体力技術よりか精神力の方が、まあ、頭を使って、心の中で藤川もこれ投げていると思いますけれども、146キロ、今日は取れましたよね。それは今おっしゃったのは、こう精神力の強さというのはクローザーの条件の一つですね。そうですね、はい、だからもう思い切り、まあ、打たれてもいいからまっすぐで打たれたら納得すると、まっすぐ投げるようなタイプでは長すぎしませんよね。そうですね、はい、ライダー高橋俊平です。今シーズンは一度対戦して1打数でノーヒット。今年4月11日のこのカードで史上5人目の200セーブを記録した藤川球児。おとといのピッチングとは違って今日ここまで2アウト。ストレートを思い切って投げてきています。あと1人コールが起きている甲子園。マートンがツーベース2本、新井亮太もタイムリー、最後はこの人藤川。大和は今日難しい球をヒットにしました。そしてマートンツーベースヒット2本、2打点の鳥谷。スマッときました。大リード小宮山。
ッセンジャー、このままいけば今シーズン甲子園初勝利。左右の2人が支えました。3連戦タイガース2勝1敗としました。通算このカードはドラゴンズの8勝3敗。